15番、石島です。石島です。はい、ライツオファリングからだいぶ株価低迷したまんまなんですけど、株価っていうのはあれなんですよ。いくら売り上げ上げたって株価なんて上がるわけなくて、株価イコール株主様の期待感なんで、今全然期待持てない状態なんですけれども、本来だったらこの1号議案令和元年法律70号ってなってますけど、こんなのは本当だったら4号議案ぐらいにして、1号議案というのは本来どこの、企業も、株主様への配当金なんですが、今回 IFRS の会計基準によると、10円61銭の、一株投機利益出てますが、これ配当成功 50% で、まあ、こんな金額もらってもしょうがないけれども、ないよりはマシなんで、配当金に、した方がいいと思います。それから、無配のうちは取締役報酬1億7800万円、これは自主返納した方がいいと思います。もしこんなに無配で株主様に無配でありながら1億7800万円も欲しがるんであれば、私は残念ながら藤沢社長に、退任動議提出します。本当に大蔵省とか、元国税局のメンバーがいても結果が全然出ないんで、本当に株主としては本当に残念に思います。ですんで、もし昨年はちゃんと今期は配当できるようにするって社長答弁しておりましたが、今回ちゃんと一株投機利益10円60銭出てるにもかかわらず、株主様を無配で返すわけですから、もし取締役報酬1億7800万円も欲しがるんであれば、私は社長を退任して千葉さんとかそのあたりに受け渡してもらいたいなと思います。以上です。あ、本当に。で、来期、まだ、来期の配当は10円にしてます。はい、まあ、1円が10円なんで、10円しか違わないかもしれないかって話なんですけど、10倍にはしております。気持ちの問題ですよ。はい、来期の業態、来期というか、今期の業績を見込んで、まあ、これくらいは、株主の皆様に、まあ、株主還元をできるだろうという、まあ、あくまでこれは10円という予想なんですけれども、それができるんじゃないかというふうに、思っています。なので無配ではない状況でございます。で、取締役報酬についてなんですけれども、これも、確か私去年の株主総会だったと思いますが、私自身はその3年間での平均の役員報酬が、去年300万で聞きました。300万、400万、そんなものだと思いますね。年収が年収、ただ
私の場合は当然に筆頭株主でもありまして、ストックもあります。ただその現場で働いている、まあ、実際に上級の取締役はそれを生活の糧にしているので、まあ、それはその業績に応じて、業績に応じてというのは全体っていう考え方もありますし、個別のセグメントごとに担当している役員がおりますので、それに応じて、適正に支給しているというふうに思っております。社長はどのぐらい減額するつもりですか、はい、社長はどのぐらい減額するつもりですか、今期は。私は、去年おととしかな、おととしその前の年はゼロでした。おお、えらい。去年は去年から、まあ、少し、まあ、一般の上場会社からしたら全然少ない。まあ分かってる。役員報酬を少しだけいただいてます、うん、まあ、でも手取りで言うと数十万、です。今回は、今回はその予定、同じ水準の予定です。十数万、十数万、数十万、数十万。じゃあ、道義取り下げますよ。そういう気持ちなんだったら偉いと思いますよ。はい、それは自身のポリシーとして、偉い。やっぱりそのちゃんと利益を上げてでかい会社に、そうですね、そうじゃないと、堂々と役員報酬をもらえないっていう、偉い思ってますので。じゃあ道義取り下げ、はい、偉い、わかりました、はい。